東京ドロンパは J リーグ FC 東京のマスコットキャラクター。1998年に生まれたタヌキの男の子。東京タワーの近くに住み、知らない間にパッと現れ、ドローンといなくなることから東京ドロンパという名前になった。2009年から FC 東京の公式マスコットとして活動中。J リーグの試合や、 地域のイベントだけなく、FC 東京バレーボールチームの試合にも登場することがある。2012年3月26日より、FC 東京小平グランドがある。小平市では、市政施行50周年記念として、原動機付き自転車のナンバープレートのデザインに採用されている。2004年の J リーグ山崎ナビスコカップ決勝1998年10月1日。 東京都港区麻布宮ナ町に、長寿の家系の狸の12代目として生まれる。2004年11月3日、父狸に連れられ、J リーグナビスコカップ決勝、FC 東京 VS 浦和レッズを観戦。サッカーの試合は、これが初観戦だったが、尻尾が震えるほど感動。以後、FC 東京のファンとなる。2009年、前年より、 マスコットプロジェクトを立ち上げていた FC 東京からのオファーを受け、クラブマスコットに就任。同年1月23日、東京 MXFC 東京ホットラインに出演し、サポーターに姿を初披露。番組ではレポーターを務めた目黒優と特別マイクを用いて会話した。同年3月7日 J1 第一節新潟戦でデビュー。 登場初年から FC 東京サポーターからは好評を博し J リーグの公認ファンサイト j ズゴールのアンケートでもファン投票1位に選ばれている12代にわたって人間に変化し続けてきた狸であるためところどころで一般的な狸とは異なる形状に進化している体毛は薄茶もしくはオード色だが眉毛は黒目の周り青が 淡カに染まっている。なお、人間に化けてもこの淡カの尾はそのまま。尻尾は、チャームポイントだという。頭頂部には、前後に青、赤、青の三つの突起物がある。また、耳が逆立っており、FC 東京のエンブレムの右上部分と類似の形状をしている。身長、体重は不明だが、ハブな尾方とほぼ同じ身長である。 基本的に FC 東京のファーストユニフォームを着用。当初背番号やネームは入っていなかったが、2016年より新たに背番号1068が設定された。右腕には青、左腕には赤のリストバンドをつけ、FC 東京のクラブカラーをアピール。アディダスの黒いスパイクを履いていたが、FC 東京のユニフォームサプライヤーに合わせ、 アンブロの青赤のスパイクへと変更。また、時期に応じた服装のアレンジも見られる。J リーグ山崎ナビスコカップ優勝報告会では、タキシードを着用。2010年終盤には、同年の FC 東京のチームスローガンが書かれた、鉢巻キを巻いていた。ダンスや、ローラーブレードが得意なほか、一輪車に乗った、パフォーマンスなども披露する器用な都会旗抜き。 ワールドサッカーウィニングイレブン2009を発売初日に購入しており、テレビゲームも楽しむようだ。YouTuber であり、自身の YouTube チャンネルを開設している。ありがとうございます。